それじゃあ走ってもらおうか。何時間かかるかな。マラソン100万周、よーい、スタート。おい、なんだこれ、先週よりやばいぞ。カツラが。どっちの冒険。おい、いいよ、まあ、遅刻したけんグラウンド走れよ。は、何周かじゃ。まあ50周かな。ありすぎる。まあ、もう一人遅刻したやつがおったらね、連帯責任で100周とかあった時は危なかったな。すいません、遅刻しました。やべえ、やりすぎる。だから、ちょっと遅刻しやがる。さすがや。今会議会なんや。ちょっとやなかった。もう教室閉める気は明日半袖かけに来い。明日土曜ですよ。関係ないだったらかけに来い。いや、でも明日好きなアニメを起こすのか。今からグラウンド100周したら許して。乗りすぎよ。100周アニメ見るとき確かに。若年、俺も遅刻したからね、診断しろぜ。明日体力に行く。マジか。マジか。だけどお前だけゴールしててくれ。じゃあ俺が連れてってやるわ。乗れ。うわー、早すぎて春日。あげ取れないわ。あげばのせいだから明日反省分。まあまあ、反省分の方がグランド走るよりすぐ終わるじゃん。そうやな、午前中で終われば14時の放送には間に合うか。こいつらもしや土曜14時からの魔法少女たまごちゃん見るつもりか。あと2話で最終回やもんな。絶対あと2話見逃せねえ。くそ、俺ら出張で見れないのに。こいつらだけ見せるわけにはいかん。先生、また明日。あ、明日先生は出張でいません。なんで明日は反省分じゃなくてマラソンをやってもらいたいと思います。は、マラソンってことは反省分より時間かかる。それじゃ魔法少女タボコちゃんの放送が間に合わねえよ。体育の勇気先生に頼んだので休むのは禁止です。あはは、これでこいつらを道連れや。どっちの冒険。はい、ゆうとかずしちゃんと来とるか。よし、かずし、今日もおんぶしに連れてってやる。あ、もつなべ先生が伝言です。はい、先生が伝言です。しゃべるか、うるさい。じゃあ勇気様、おんぶしの技術をあっとのことです。そじじいが、どこれ。絶対今悪口言ったやん、お前油断したら。ここまでが伝言です。じゃあ自分の力で走るしかねえのか。今日走ってもらう距離は10キロです。10キロ。じゃあ最低でも1時間かかるやん。もう絶対アニメ間に合わんやん。あと2回最終回なのに。力が欲しいか。誰だ。私は悪魔だ。悪魔、姿現してみろ。ふっ、あ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 っ、すっぴん感傷ね。え、悪魔なのにすっぴん下半身もねえな。驚い。私と契約したら爆速で走れるようになればいいよ。本当か。じゃあ契約する。いいの、悪魔と契約だなんてろくな結果になれないもんよ。早く走れるようになってアニメに間に合えばいいんだ。じゃあ契約成立ね。頑張ってちょうだい。ありがとう、おばさん。おばない。おじさんでもおばさんでもないわよ。あなた呪い殺すわよ。もしこれで早く走れるようになったのか、爆速で終わらせて絶対にアニメに間に合わせるぞ。マラソン10キロ、よーい、ゴーゴー。じゃあ見たいアニメ始まるんで帰ります。ズルして帰れるわけねえやろ。もう一回走っておい。は、ズルしてないじゃん。人間が10キロ1秒で走れるわけないんだよ。もう一回走れ。帰らんとアニメ間に合わんじゃ。うおーうおーゴー。どうこれ、絶対10キロ走ってやり直し。何回やっても1秒で終わるじゃん。間に合わんやん。グラウンド100周しろ。ズレたらごまかせんやん。いいぞ、ズレなかった土下すると。先生がこの動画のいいねの数だけグラウンド走っちゃうわ。みんないいねしもちどうぞ。じゃあグラウンドで10キロ、よーい、スタート。うおー、うおー、もしかしたら早すぎて高速見えてたやつ。うおー、いや、早すぎて竜巻起きてるやん。終わりましたよ。わかった、マジで早い。いや、まだ終わりじゃねえよ。てめえがグランド走るまではな。いいね、何もついとく。もちろん僕はなめんのよ。福岡一応 YouTuber ぞ。1万も最低でも行くわ。めっちゃ遅いっすね。走れないです。てめえ言ったよな、ズレやらって走るってよ。チャンスください。ああ、まあ嘘つくやったろ。教師やめろよ。やめたくないです。やっと教師になったんです。じゃあこうするしかねえな。うおおおおおお、冒険。先生、どれもありがとう。先生どけしとったですか。カズトシ君に竜巻投げられた。あー、よしよしよし、あー、よしよしよし、よしよしよし、あー、よしよしよし、よし。先生、土曜日カズトシすごかったんすよ。あいつがすごいわけないやろ、できそこない。見すぎやろ。いや、マジグラウンド走るの早すぎて竜巻起きてたんすよ。おー、そんな早かった。めっちゃ早かったっす。ガチマラソン全国大会出るレベルっすよ。おー、おー、おー、だからいいこと思いついたぞ。今週土曜についてほしいだね。今週土曜は魔法少女たまごちゃん最終回だ。絶対に見逃せねえ。あ、このクラスからカズトシ君をマラソンの全国大会に選ぶことになりました。はい、ってことで土曜日はマラソンの練習をしてもらいます。
か見れんやん。もう！また竜巻起こすぐらい早く走ったら間に合うっしょ。あ、そうか。俺にはパワーがあるからな。絶対に最終回だけは見逃したくない。どっちの冒険？それじゃあマラソンの練習始めまー。なしはせいわいと？あ、まあまあ、100周ぐらいやろ。まあ、100周ぐらい走ったらね、まあ10キロ行く。100万周。100万周？ああ、そうだ。先週100周を1秒で走りやがったからな。100万周やったら1万秒、つまり最低でも2時間はかかるってことだ。そんな、今が12時、14時の放送絶対間に合わねえや。ちゃんと100万周走れよ。走り出せ、走り出せ、止めないで、止めないで。任せし、先週みたいに嵐巻き起こしてね。ちょっと、あ、パワーじゃ足りない。ない悪魔よ、もっと力をくれ。呼んで、呼んではいいね。おい、監視よね、もっと力をくれ。言い過ぎる。いや、これじゃ無理よ。あなた悪魔と契約するとどういうことになるか分かってんの。いや、もう力をくれ。おだまり無理よ。力をくれ。おだまり無理よ。力をくれ。おだまり無理よ。力をくれ。しょうがないわね、今回だけよ。気象、おお、力が湧いてきたぜ。何言ったか、100万周走るわけなかろう。素直にアニメの最終回見れない現実を受け入れろ。俺は絶対に間に合わせてみせる。俺じゃあ走ってもらおうか。何時間かかるかな。マラソン100万周よーいスタート。おい、なんだこれ。先週よりやばいぞ。おお、こちらか。クランシェーマスオールだ。やばい、こっちやばい、こっちして巨大竜巻が発生したため、魔法少女ダバコちゃんの放送は中止してニュースをお伝えします。え、アニメ放送中止？そんな、頑張ったのに。ダンナマン言ったでしょ、悪魔と契約するとろくな結果にならないってね。クソ、お前のせいか。俺もアニメ見なかったのに。お前のせいだ。お前のせい。アニメ見れなかったよね。おだまり来るか。お前、おだまり来るか。おだまり来るか。おだまり来るか。うわー、ふざけんなおめえ。おめえがマジ悪魔の力持ちつったやろが、ヤクザ契約した警告事前にしとったよな。ああ冗談じゃないわよ。これだけのまねかわかる。おだまりじゃなかった。こっちの冒険ミニアツダロバー。